勝山公園は宮城県仙台市青葉区上杉にある都市公園である。あた上杉通と北四番町通りの交差点に面しており、上杉通北四番町の道標がある。かつての昭家の庭園が公園になったものであり、園内にあるけ焼き屋かで、杉、桜の大木が庭園当時の面影を今に伝えている。勝山公園の名称は、 勝山酒造に由来する。勝山公園は、西公園、竜岡公園に次いで、仙台市内で3番目に古い歴史を持つ公園である。この公園の区画はもともと、仙台城下町の合商で、江戸時代の元六年間から酒造を営んでいた、伊沢屋の敷地だった。1914年に、勝山酒造を営んでいた、伊沢平座へ門が私園の一部を市民に、 解放したのが公園としての始まりである。1918年の米騒動の際に、勝山酒造を襲撃すべくボートがこの公園に集結したが、ここが勝山酒造が解放している公園であったことに気づき、襲撃を止めたという。1928年に、伊沢家は仙台市にこの公園を寄贈した。1927年頃の仙台市及び、近郊地図。 勝山公園は、この当時、日曜公園の名称で、図示されている。勝山公園の周辺には、勝山酒造を含む勝山グループの企業が集中している。勝山公園に隣接する勝山館は、明治時代から、皇族や政府の要人が仙台に滞在する際の景品館、宿となっていた。また、仙台での園遊会や、 美術展覧会のサロンとしても強制られていた。しかし、太平洋戦争中の仙台空襲で、かつての建物は焼失した。他方、勝山酒造の酒蔵は、焼失から逃れ、江戸時代の蔵造り建築の風情を現在まで残している。この景観は、仙台市の第1回都市景観賞を受賞しており、これに合わせて、勝山公園内の公衆トイレの外観は、 蔵づりとなっている。2001年頃までは、北4番、定通沿いに、仙台市営バスの、勝山公園前バス停が存在したが、現在は、市営バスが北6番町経由へ、経路を変更したため、現存しない。ありがとうございます。